あ、ラッキーあの、普通のアニメーションの専門学校じゃなくて、ちゃんと就職先も決まってるんだというふうに見るのかいや、それはもうネットフリックスの奴隷労働みたいなもんだというふうに見るのか 今度はですね、ネットフリックスの話なんですけども、ネットフリックスがアニメーターのアウト狩りを始めたとのニュースを見て、以前言われていたネットフリックスで面白いアニメができない理由を思い出しました。岡田さんはこの件をどう見てますかっていうですね、お便りです。あの、ネットフリックスが少人数を対象にアニメーターの援助プログラムを始めたっていうニュース流れたんですけども、ご存知ですかあの、6ヶ月間でですね、あの、まあ、 10人ぐらいらしいんですけども、たいあの、毎月15万円の生活費を与えてですね、60万円相当の授業料を、まああの、免除するというプログラムなんですね。で、対象は18歳から25歳までのですね、まああの、多分まあ試験みたいなものがあるんだと思います。えー、卒業生はネットフリックスとの独自アニメの制作をやるというですね、まあ契約になるというかですね、まあ、 多分まあ、そういうことなんでしょうね。だからよくあるですね。ネットフリックスのスタジオに入らなくてもいいんだけど、その場合は60万円相当の事業費とかをですね、返さなきゃいけないんじゃないかなとか僕。よくわかんないですけど、そういう点のやり方だと思います。で、ネットフリックスのこのですね、あの、援助っていうのは実は、あの、もう去年からですね、始まってるんですね。去年はね、1000人ぐらいを対象に、1人当たり10万円をですね、映画ドラマ制作従事者に支払う,あの支払うという ですね、支援活動もネットフリックスやってるんですねだからアニメだけに限らずドラマとか映画とかやってるあの現役でやってる人に関してはですね実はこう支援策というネットフリックスやってるとで、えー、でも今回のケースちょっと違ってですね卒,あの卒業後はですねあのプロダクション IG またはプロダクション IG のです、ね、系列会社への,、まああの参加というルートがある程度決まっていると、まあ、この参加というルートをですね あ、まあ、どういうふうに見るのかですね。あ、ラッキー、あの、普通のアニメーションの専門学校じゃなくて、ちゃんと就職先も決まってるんだというふうに見るのか、いや、それはもうネットフリックスの奴隷労働みたいなもんだというふうに見るのかっていうのは、そこは、あの、まあまあ、考え方でしょえー、ネットフリックスジャパンのですね、あの、アニメ担当の担当者の桜井さんという人はですね、もともとあの、IG にいた人で、まあ、脚本家出身なんですね。だから、あの、まあ、 これね、ピクシーがディズニーに買われたように、あとマーベルとスターウォーズがですね、ディズニーに買われたように、プロダクション IC が、IG がですね、その、ネットフリックスにですね、買い取られる、まあ、前兆っていう風な見方もできるんですよね。だから、まあ、あの、ただ、プロダクション IG の石川社長っていうのはすごいやり手の人で、あの、将来見てる人だから、まあ、あの、 ね買い取られるというふうなことはないとは思うんですけども、えー、ちょっとね動きがですねなんか複雑になってきたなって感じがしますなんだろうなそのなんだろうななんだろうなだからさなんだろうななんだろうななんだろうなでなんだろうなではねまたバイバイ